リンカ、ちょっといいか。いや、ももちゃん、もう当然って顔しながら挨拶代わりにいきなり胸を揉まないでよ。すまない、こうなんとなくついな。ううん、ももちゃんだったらいいけど。そうか、ランカちゃんもそうだけど、どうしてそんなにそのおっぱいが好きなの？どうして？考えたこともなかった。うん、どうしてだろう。あ、私に聞かれても困るよ。リンカの胸に触れていると不思議と落ち着くからかな。こんな気持ちは今まで感じたことがない。ももちゃん、それだったらもっと安らげる方法があるよ。やってみない？なんだそれは。それはズバリ膝枕だよ。膝枕？あれ、ひょっとして知らない？ああ、一体どういうものなんだ？それだったら百聞は一見にしかず、やってみればわかるよ。どうすればいいんだ？簡単だよ。あのね、どう？なるほど、膝を枕にするから膝枕か。理解した。確かにこれは安らぐな。でしょ？遠慮なくくつろいでね。リンカの太もも柔らかいな。それ、そして視界はリンカのおっぱいで埋まっている。これは素晴らしい。またおっぱい？やつつかないで。これが膝枕か。これほど素晴らしいものがこの世の中にあったとは知らなかった。もう、ももちゃんのエッチ。ありがとう、リンカ。え？何が？この島に来てリンカに会えてよかった。そうでなければこんな気持ちは思い出せないままだっただろう。私もももちゃんに会えてよかったよ。ももちゃんがいてくれたから頑張れたんだもん。リンカ、これからもずっと一緒にいてね、ももちゃん。ああ、約束だ。リンカ、暇そうね。別に暇じゃないよ。いいえ、暇に違いないわ。別に暇じゃないってば。そんなに暇なら訓練に付き合ってあげてもよくってよ。ああ、また小春ちゃんに振られたんだね。筆頭のお仕事で忙しそうだもんね。別に小春と訓練できないからリンカを誘ったわけじゃないわ。私はリンカと訓練したいからリンカに声をかけたの。だから暇じゃないよ。だー、このバイオラ様が訓練の相手をしてあげるって言ってるのよ。素直に私の相手をすればいいの。もうしょうがないな。そんなに訓練したいなら付き合ってあげる。ありがとう。気にしないで、大した用事じゃないし。それに私もバイオラちゃんと一緒にトレーニングするの楽しいもん。そう、当然ね。だけどリンカも本当に強くなったわね。初めて会った時はすぐに泣いて逃げ出すんじゃないかと思ってた。あ、ひどい。そんなこと思ってたんだ。だってどう見ても戦いに向いてなさそうだったし。それは、できるなら戦わないで済む方がいいけど。でもピクニに来てみんなと戦って思ったの。みんなにはそれぞれしっかりとした目標があるんだって。私も病気を治して家に帰りたい。そのためには強くならなくちゃってね。そう、ならもっと強くならなくちゃ。うん、それじゃあ訓練を始めよっか。ええ、そうね。よし、行くよ。
どこからでもかかってきなさい。で、わあ、足がもつれて。ちょ、で、凛花。たたたた。気合を入れすぎて転んじゃった。どう転べばこんな風に絡まるのよ。あんたが上なんだから先にどきなさい。立ち上がるにはまずこっちの手を抜いて。あれ、この柔らかいのは何だろう。こら、どこ触ってるのよ。それは私のおっぱいよ。わあ、ごめんなさい、わざとじゃないんだよ。いいから早くどきなさい。どうすればいいのかな。こっちに捕まって。リンカ、どうして揉むのよ。ごめんなさい、捕まりやすそうでつい。何言ってるのよ。やめなさいってば。やめようと思ってるんだけど、思うように体が動かないよ。何よ、リンカまで変な声出して。バイオラちゃんかわいい。ってやめろって言ってるでしょうが。でい、まったくもう調子に乗りすぎでしょう。ごめん、わざとじゃなかったんだよ。次こそは真面目にやるから。気が緩んでる証拠よ。バルキリーたるもの、常に心は戦場にあらねば。ちょっとリンカ、聞いてるの？大丈夫大丈夫。じゃあ今度こそ行くよ。せーの。また転んじゃった。まったく、ちっとも分かってないじゃないの。ごめんなさーい。お姉ちゃん。あ、ランカちゃん、今日の訓練お疲れ様。うん、ランカちゃんもお疲れ様。いっぱい体動かしたからクタクタだよ。だからさ、例のあれお願いできないかななんて。また？この前したばかりでしょ。だってしてほしいんだもん。ダメ？お姉ちゃん。もうランカちゃんたら甘えん坊さんなんだから。仕方ないな、特別よ。やったー、ありがとう。お姉ちゃん大好き。それじゃあそこに横になって。あ、うん、優しくしてね。大丈夫、わかってるよ。全部お姉ちゃんに任せて。そこいいな。ここがいいのね。ランカちゃんたら可愛い声出てるよ。だってお姉ちゃんのマッサージ気持ちいいんだもん。ランカちゃんはここが弱いのよね。ダメ、そこ。ふわっ、いたお姉ちゃん、痛いってば。ちょっと我慢してね。ランカちゃんのここすごく凝ってるみたいだから。お姉ちゃん、関節はそっちの方には曲がらなきゃ。折れる、もげる。わあ、いい音が鳴るね。さすがはランカちゃんだね。痛い、私は楽器じゃないし、そういう褒められ方されても嬉しくないよ。ランカちゃんってば謙遜しちゃって。ほら、行くよ。体中が分解しちゃう。ダメ、もう限界だよ。ギブアップ。これってマッサージじゃなくて関節技って言わない？ギブアップなんてしなくてもこれで終わりだよ。ほら、立ってみて。あれ？痛かったところが全然痛くない。疲れも全部吹き飛んじゃった。
お姉ちゃんに任せておきなさいって言ったでしょ。すごい、これならどんな激しい訓練を積んでも平気だね。どんどん訓練してどんどん強くなってね。ランカちゃんが疲れたらいつでもマッサージしてあげる。ありがとうお姉ちゃん大好き。私も大好きだよランカちゃん。続きだったせいか肩が凝っちゃって。原因は訓練のせいじゃないと思いますけど。え、そうかな。とはいえ肩こりが訓練に影響を及ぼすことはあるでしょう。え、そんな悪いよ。あなたの肩こりのせいで治療プログラムに遅延が出たら困るのは私たちですし、それに他ならぬリンカさんのためです。遠慮なんてしないでさ。そう？じゃあお願いしちゃおうかな。ええ、任せてください。では始めますね。ごめんなさい、痛いですか？ううん、ちょっとくすぐったかっただけ。大丈夫だよ。そうですか、では続けますね。ここがいいんですか？やだ、そんなに強く。でもリンカさん気持ちよさそうですよ。そんなこと。マナちゃん激しすぎるよ。すごく凝ってるみたいですから、これくらいしないと。それですよ。もっと気持ちよくなってください。マナちゃんすごい。そんなにしちゃダメ。どうでしたか？すごかったです。肩こりは全然取れなかったけど。それは残念。私は楽しかったのでいいですけど。それじゃあお返しに、今度は私がマナちゃんの肩を揉んであげるね。私はいいです。肩は凝ってないですし。遠慮しなくていいよ。私とマナちゃんの仲じゃない。ダメです、リンカさん、責められるのは苦手なんです。えいえい。なんでこうなるの。リンちゃん、お願いがあるのだ。お願い？私に？そうなのだ、リンちゃんにしか頼めないのだ。何？私にできることなら相談に乗るよ。何でも言ってみて。ありがとうなのだ。実はカップル限定デザートを一緒に食べてほしいのだ。カップル限定デザート？そうなのだ、今食堂でやってるのだ。カップル限定で超巨大パフェを注文できるのだ。なるほど。でも私と満腹丸ちゃんは女の子同士だよ。関係ないのだ。そんなこと言ったらビクリンには女の子しかいないのだ。言われてみれば確かにそうだね。でも私でいいの？リンちゃんしかいないのだ。他の人じゃ考えられないのだ。だって満腹丸ちゃんはリンちゃんのこと大好きだから。そっか、なんだか面と向かって言われると照れちゃうね。あははじゃないのだ、満腹丸ちゃんは真面目なのだ。この際だからはっきりしておくのだ。
リンちゃんは満腹丸ちゃんのことどう思っ、それはそれは私も満腹丸ちゃんのこと大好きだよ。本当なのだ。うん、本当だよ。だったら証拠を見せてほしいのだ。証拠ってどうすればいいの。チューしてください。チュー本当に満腹丸ちゃんのことが好きならチューできるはずなのだ。あの満腹丸ちゃん、どこで覚えたのそんなこと。えっちゃんが教えてくれたのだ。なるほど。というわけでチューして。困ったなそれとも好きっていうのは嘘だったのだ。だとしたら満腹丸ちゃんとっても悲しいのです。嘘じゃないよ。わかった、チューすればいいんだね。うん、お願いなのだ。じゃあ目を閉じて。はい。チュッ。これでいいかな。はい、満腹丸ちゃんは大満足です。ほっぺだけどよかったかな。でも親愛の気持ちをいっぱい込めたつもり。ほっぺがほんわか温かくて幸せな感じなのだ。うん、これはいいことを知りました。満腹丸ちゃんも大好きなみんなにチューして回るのだ。そっか、でも嫌がる人もいるかもしれないからほどほどにね。心得たのだ。では行ってまいります。行ってらっしゃい、気をつけてね。行っちゃった。満腹丸ちゃんって純粋なんだな。チューするとき私もちょっとドキドキしちゃったカップル限定ジャンボチョコレートパフェですか。うん、すっごく美味しそうでしょ。満腹丸ちゃんに教えてもらったんだ。これを私と。そう、一緒にどう。カップルじゃないと注文できないらしいの。私たちカップルでしたっけ。それは違うかもだけど、小春ちゃんしか頼める人がいなくて。なぜです。リンカさんなら他にもたくさんいるでしょう。ああ、言い方間違えちゃったな。私、小春ちゃんと一緒に食べたいんだ。その、どうせカップル限定なら小春ちゃんとがいいなって。リンカさん、わかりました。リンカさんがそこまで言うのならお付き合いします。え、本当？いいの？ええ。ジャンボチョコレートパフェどんなものか少し興味もありますし。やったー、それじゃあ決まりだね。私注文してくる。小春ちゃんはそこで待っててね。リンカさん、そんな急がなくても。大丈夫だよ、ちょっと転んだだけだから。はあ、放っておけないって気にさせる人ですね。なぜなんでしょう。そうか、リンカさんが私のことを放っておけないって。そうなのに私ばかり心配して気をもんで本当にリンカさんたら面白い人ですね。小春ちゃん、お待たせ。カップル限定ジャンボチョコレートパフェだよ。これ本当に二人で食べきれるんですか。余裕だよ、甘いものは別腹って言うでしょ。はあ、小春ちゃん、はい、あーん。あの、リンカさん、なんでしょうか、それは。あーんだよ、あーん。知らないの？カップルはこうやって食べるんだよ。そうなんですか。うん、そうなんだよ。だから、はい、あーん。これはなかなか気恥ずかしいものがありますね。ほら、
早くしないと溶けちゃう溶けちゃう。はい、召し上がれ。はん、どう？美味しい？なんだか味がよくわかりません。変だな。美味しいよ。はい、小春ちゃん、もう一度食べてみて。リンカさんが口をつけたスプーン、これって関節器？どうしたの？いえ、なんでもありません。今度はどう？やっぱりよく味がわかりません。でもとっても甘い気がします。わからないのに？はい、わからないのにです。おかしな小春ちゃん確かにおかしいですね。どれにしようか。これに決めた。誰と交代しよう。ランカちゃん、私は誰だ、どこから来た。思い出せない記憶の中に私の求める答えはあるんだろうか。罵声とともに弾かれる激鉄の音、打ち合う刃と子供の悲鳴。私もその中を駆け回り戦っていた。以上は思い出せない。クズリュウ、ここにいたんだ。ランカか、何の用だ。用ってわけでもないけど、クズリュウがいるのが見えたから。そうか、少し昔のことを思い出していた。いや、思い出そうとしていたか。やっぱり思い出したい？それも考えていた。戦場でのことを思い出すことが今の私にとって本当に必要なのかと。今の自分と過去の自分に違いを見つけたところで何も変わらないんじゃないか、そう思えてきたんだ。へえ。どうしてか聞かないのか。めんどくさいやつだな。聞いてほしいなら最初からそう言いなよ。じゃあどうして？今の私の中には綺麗な花が咲いている。その花は戦場には咲いていなかった花だ。へえ、なんていう花？神楽坂蘭花という花だ。クズリュウ、いろんなことが思い出せない。いろんなものを失った。笑顔もきっとその一つなんだろう。だがな、無理に過去を取り戻さなくても、ランカの笑顔を見ていたらいつか私も笑える気がする。え？クズリュウってば、普段から結構笑ってるじゃん。そうか、自覚はないんだが。まあクズリュウはいつも仏頂面だから、注意して見てないと気づかないかもね。でも時々嬉しそうな表情でお姉ちゃんのこと見つめてたりするでしょう。ってそれは私も一緒か笑顔か。私はどんな顔で笑っていた。どう笑えばいいかよくわからないな。無理に笑おうとしたって意味ないでしょう。これからいくらだって無邪気に笑えるよ。そうでしょ？これからか、そうかもしれない。いくらでも時間はある。そのために私たちは戦うんだ。そろそろ行かなきゃ、授業が始まるよ。つまらん授業だが、それも未来への一歩ということか。
そういうこと。さあ、行こう。やっぱりパッとしませんね。どうしたの稲川、柄にもなく深刻な顔しちゃって。成績のことでちょっと悩んでいて。なんで？こないだの定期戦の結果もそんなに悪くなかったじゃない。順位だって下がってなかったし。悪くなかったじゃ足りないんです。前よりも上がっていなければ意味がないでしょ。こんなことではいつまで経ってもウイルスの治療なんて望めません。どうにかしなくては。稲川の成績が伸び悩んでいる原因を教えてあげようか。わかるんですか？でしたらぜひ教えてください。稲川の成績が良くならない原因、それは。てーい、キャー、何ですか？どめくるんですか？稲川、あんたの成績が上がらないのはこんな地味なパンツを履いてるからだ。というわけで越後屋へ行こう。稲川のセクシーパンツを手に入れるのだ。アイドン、ランカちゃんにマナちゃんじゃないか。今日はどんなものが入り用なのかな。稲川のためのセクシーパンツを所望したい。ランカさん、そんな大きな声でパンツパンツ言わないでください。私恥ずかしくて死にそう。パンツは乙女の心と体を守る鎧だよ。ちなみに月影はえっぐいティーバッグを履いてるって。月影さんがティーバッグを。あんな顔をしてそんなハレンチな下着を。全部適当だけどね。どう？パンツの重要さが分かった？分かりました。成績を上げるためならどんなセクシーパンツもいといません。よく言った。越後屋、在庫のパンツを片っ端から持ってきて。できるだけエロいやつね。ほいっさ、マナちゃんに似合いそうなのはこんなところかな。じゃ、これとか全部紐じゃないですか。どうやってつけるんです？キャー！なんで写真を撮るんですか？比較検討の資料だよ。ほらほら、次のに着替えて着替えて。なんなら手伝おうか？一人で着られますから。うんうん、それじゃどんどん行ってみよう。結局無難な感じのパンツを1枚買っただけだったね。私にはこれでも精一杯なんです。それよりもこんなことで本当に成績が上がるんですか？何言ってんの、上がるわけないでしょ。はあ、それじゃ話が違います。気分転換くらいにはなったでしょ。それはそうかもしれませんが、でも私は真剣に悩んでいるんです。こんなところで足踏みしているわけにはいきません。その話だけどさ、成績が上がらないのは稲川が悪いからじゃないよ。どういうことですか？周りのみんなも稲川と同じくらい頑張ってるだけのことでしょ。稲川が足踏みしてるんじゃない、みんな同じ歩幅で確実に前に進んでる。みんな同じ歩幅で。私たちはすごく強くなったよ。これからももっと強くなっていく。ウイルスの治療だって遠い夢の話じゃない。それは私たちが一人じゃないからだよ。稲川がいたから私は強くなれたんだ。私はそう思ってるし。私は焦ってばかりで周りが見えていなかったんですね。そうそう、そういうこと。これからも今まで通り頑張っていこうよ。ありがとう、ランカさん。でもそれとこれとは話が別ですから。
私のデジカメいつの間に。はい、お返ししますね。もちろん画像は全て消去させてもらいましたから。ああ、私の貴重なコレクションが。お姉ちゃんの入浴シーンとかも入ってたのに。とほほほ。なかなか興味深いデータね。バイオラ何読んでんの？漫画？違うわよ、前回の定期戦の記録を見返しているの。定期戦の記録か、面白いのそれ？面白いわ。前回小春と凛花の戦術に変化があったのに気づいた？ううん、全然。成績に変化があるのは私も含めよくあることよ。でも戦術が変わるというのは本人が意識していなければそうそうあるものではないわ。訓練では小春も凛花もそんな素振りは全くなかったのに。ランカは凛花から何か聞いてない？そういう話はなかったよ。お姉ちゃんと月影で何か内緒の作戦を企んでたのかな。かもしれないわね。だったらちょっと悔しいよ。私にくらい話してくれてもいいのに。話したら作戦にならないでしょ。凛花も蘭花のことを一人のライバルと認めている証拠よ。おお、それなら納得できるよ。そうかそうか、そういうことかと考えれば気が楽でしょ。なんだ、バイオラの勝手な予想か。授業はサボり倒すくせに、そういうのは熱心に勉強するんだね。ああそうそう、私が戦闘記録を取って研究しているだなんて誰にも言わないでね。強くなるために努力してるのって別に隠すことじゃなくない？地道に記録を調べるとか汗まみれになって努力するとかエリートっぽくないのよね。はいはい、要するにキャラじゃないってことね。そんなこと気にすることないのにな。あなたふわっと喋りそうね。いやまあそうかも。ではこうしましょう。次の定期戦で私とランカだけの独自フォーメーションを組むわ。もちろん他の誰にも内緒よ、リンカにもね。え、それってお姉ちゃんと月影がやったのと同じこと？結果的にそうなるわね。え、凛花を驚かせてみない？ちょっと面白そうかも。だったらこのことは二人だけの秘密よ。誰にも言わないでいられるわよね。わかったよ、誰にも言わない。じゃあ実際どんなフォーメーションにする？できるだけ派手で華麗なのがいいわよね。うん、そういうのは難しくてわかんないな。っていうか今はとにかく眠くて。夜更かしするからでしょ。健康管理もバルキリーの才能のうちよ。わかってるよ。まあいいわ、まずは敵の戦術の分析からね。後でわかりやすく説明してあげるわ。ごめん、任せた。バイオラ、帰る時に起こしてくれればいいから。寝るなら帰って寝れば。教室の机で寝たって疲れは取れないでしょうに。あら寝ちゃってる、可愛い顔して。これでドライブすれば一気当選って言うんだから、人って分からないわね。私とランカのドライブか、楽しくなってきたじゃないの。はい、裏メニューお待ち。他の子には内緒だよ。こ、
これが噂のパーフェクトクリームいちごパスタ。冷静なんだね。全然ありなのだ。しかも伝説の裏メニューであると、これは期待できるのだ。ワクワクなのだ。でもさ、割とメジャーらしいよ。お姉ちゃんが昨日これを食べたって言ってた。ほう、さすがはりんちゃん、ポイントは抑えてるって感じなのだ。して感想は？美味しかったのだ。あなたたちがそれをいただくというのなら、私は部屋で休んでいますって能面みたいな表情で言われた。不安を煽る感想なのだ。いやでも伝説の裏メニューなのだ。お姉ちゃんの感想は置いといて、まずは食べてみようよ。そうするのだ。いただきまーすなのだ。いただきまーす。どれどれ。水ちょうだい。あんま、何これ、何が入ってるの。砂糖に蜂蜜をかけたってこんなに甘くないでしょう。ふん、なかなかデリシャスですが。最初の一口はいいんだよね。でも二口目からいちごクリームの甘さがパスタのもっちりと相まって、口の中でねべーっとくっついてさ、甘すぎて頭痛がしてきた。これ後味っていつまで残るの。うんにゃうんにゃうんにゃ。うん、さすがは裏メニュー。ちょっとやそっとじゃ食べられない理由が分かったのだ。これは食べる人を選ぶメニューなのだ。マジでそれ食べられる？満腹丸って嫌いなものとかないの？口に入らないものは困るのだ。大きすぎて口に入らないって意味？そういうものは顎を外して丸飲みします。マジ？できたらいいなって。よかった、まだギリギリ人間なんだ。うん、なんちゃん、それもう食べないのだ。いいよいいよ、あげる。私的にはもう二度と頼まない。お姉ちゃんの言う通りだった。食べ物を粗末にすると目がつぶれますよ。よくないことなのだ。いや、これ食べきっても糖尿病で目がつぶれるでしょう。っていうか、美味しいと思うんですけど、もう一回食べてみ。いや、いいよいいよ、全部満腹丸が食べちゃって。うまだ後味が残ってる。では遠慮なくいただきます。うん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 。満腹丸ってすごいよね。食べるってことを疑ってないんだもん。素直に感心しちゃうな。うん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 。ご飯と同じぐらいルンちゃんのことも好きなのだ。バカ、照れるじゃん。でもそういうのをさらっと言えちゃうのも満腹丸って感じだな。あ、そうだ、なんちゃんの残り物をいただきましたけど、これって関節キスなのだ。関節だからそういうことを言うなっての。なんだかちょっとランちゃんの味がしたかも。あ、そう、満腹丸には一生勝てる気がしないや。とほほほ。ランカさん、早く早く。そんなに慌てなくてもお店は逃げたりしないでしょ。早くお店に行ってじっくり選びたいんです。せっかくランカさんからプレゼントをいただけるんですもん。ま、しょうがないか。勝負に負けた方が勝った方にプレゼントを送るって約束だもんね。あ、でもあんまり高いものは困るかも。大丈夫ですよ、そんな無茶は言いませんから。
それならいいけど。っていうか、なんで突然プレゼントをかけて勝負しようだなんて言い出したの？どう言えばいいんでしょう。記念品が欲しかったからでしょうか。記念？何の記念？別に月影の誕生日ってわけでもないよね。逆に聞いてもいいですか？どうしてランカさんはこんな条件の勝負を受けてくれたんです？ちょっと言いにくいんだけど、もしかしたら月影に勝てるかもって思っちゃったんだ。って実際にはボコボコにされたんだけどね。私もランカさんと同じことを思ったんです。え？どういうこと？ランカさんはどんどん強くなっています。今日はなんとか勝てました。でも明日はもう勝てないかもしれない。うん。だからランカさんから何か一つ思い出になるようなものをプレゼントしてほしかったんです。ごめん月影、そこのだからってのがよくわかんないんだけど。そのですから。ランカちゃんもニブチンだね。小春ちゃんはライバルとしての証が欲しいって言ってるのさ。あ、びっくりした。越後屋っては急に出てこないでよね。って月影と私がライバル？冗談きついよ。冗談なんかじゃありません。月影？あの、急に大きな声を出してごめんなさい。でも私は共に戦う仲間として、競い合うライバルとしてランカさんを認めているんです。いえ、その変な意味じゃなくて、ヴァルキリーとしてってことです。私はいつからかランカさんのようなまっすぐな気持ちを忘れていました。5期生最強と言われて満足してしまっていたのかもしれません。でもランカさんと戦ってドライブして自分がもっと強くなれるって気づいたんです。それを言ったら、私だって月影のことを尊敬してるよ。ずっとずっと目標にしてた。これからも。ランカさん、そうだ、じゃあさ、プレゼントはペアのアクセサリーにしようか。ペア？それって私とランカさんでお揃いってことですか？そりゃそうだよ。ペアってそういうことでしょ？指輪でもいいし、ペンダントとかもいいかもね。私とランカさんでお揃い？ねえ、ちごや、そういうのあるんでしょ？もちろん！高級ブランドからバッタマンまで、お客様の趣味と懐具合に合わせて各種取り揃えてるよ。私、アクセサリーとかそういうのよくわからなくて。じっくり選べばいいんじゃない？二人が気に入るものがきっとあるよ。選ぶ時間ならいくらだってあるもんね。はい。どれがいいかな。これだ。次は稲川。ではせおはようございます、ももさん。ねえ、今日はなんだか暑くありませんか？別に暑くはないな。むしろ少し肌寒いくらい。稲川？はい。お前、顔が真っ赤だぞ。あ、すごい熱じゃないか。暑いのは気温じゃない。お前の体温だ。そういえば、なんだかめまいが。あら、地球が回るぬる。おい、稲川、しっかりしろ。あれ、私寝てる？朝学校に行ってももさんとお話しして、
それからどうしたんでしたっけ。ここ私の部屋。おい、無理するな。おとなしく寝ていろよ。ももさん、どうして私の部屋にももさんがいるんですか。お前教室で倒れただろ。その後私が運んできたんだ。学校で倒れて。医務室で見てもらったが、ただの風邪だそうだ。 VR ウイルスの発症ではないらしい。安心したよ。あの、ももさん、ありがとうございました。面倒をかけてしまって。つまらん授業を抜け出すいい口実になった。気にするな。でも今日は午後に実践訓練があったはずでしょ。今からでも戻れば間に合うのでは。今日は私とお前が組む番だっただろう。一人で行ったところでドライブできないんじゃ意味がない。ごめんなさい、私のせいですね。あ、いや、そうじゃない。そういう意味で言ったんじゃない。どうせ一人で参加しても身が入らなかっただろう。訓練なんかよりお前の体の方が、その心配だった。ももさん。違う、そうでもない。私たち VR クラスは人数が少ないから訓練相手が減るのは困るだろう。そういう意味での心配だ。ありがとうございますいいから横になっていろ。もう少しでお粥ができる。そんなことまでしてくださったんですか。することがなかっただけだ。お前を部屋に叩き込んで帰ってもよかったんだぞ。ただそのまま死なれたら寝覚めが悪いしな。そうしたら私、ももさんのところに化けて出ようかしら。本当にそうできるならどんな。人は死んだらそれまでだ。幽霊なんていない。死んだ人間とは二度と会えない。私はそんなのはごめんだ。それが稲川、お前でもだから飯を食って薬を飲んでさっさと治せ。食べたいものや欲しいものがあれば言え。病人の特権だ。今だけ言うことを聞いてやる。今だけだぞ。だったら一つだけお願いしてもいいですか。ああ、なんだ。今日は泊まっていってほしいんです。一緒にいてください、今夜だけ。そうしたらきっと安心して眠れると思います。ああ、わかった。ありがとう、ももさん。面倒な女でごめんなさい。そんなことは思ってない。ゆっくり休め。もう朝か。ももさん、お腹が減りました。ああ、昨日のお粥の残りが。お粥？そんなんじゃ体力がつきません。もっとゴージャスにしていただかないと。それと食後にプリンが欲しいですね。寝ている間は暇ですし、漫画も買ってきてもらおうかしら。おい貴様、風邪が治るまでは言うことを聞いてくれるんですよね。確かにそう言ったが、お前風邪治ってないか。はあ、めまいがします。熱も上がってきたみたい体温計を見せてみろ。体温計？あら、体温計が壊れてしまったみたい。私の熱が高すぎたのかしら。不思議ですね。いくつか言いたいことはあるが、約束は約束だ。だが覚え、このご恩は決して忘れません。ももさんが床に伏せった時には私がお世話して差し上げます。ち、面倒な女だ。プリンと漫画だな。他にないな。買いに行ってくる。ありがとう、ももさん。今だけ
もう少しだけ甘えさせてください。今日は暑いですね。地球温暖化というやつでしょうか。これじゃあ授業も耳に入ってこな。え？どうしたの？珍しい生き物でも見つけたみたいな顔をしてるわよ。あのヴァイオラさん、どうして水着で授業を受けてるんですか？だって暑いんだもの。でも授業中ですし。それを言ったら私の普段着だって授業中ですしって話じゃない？それはそうですけど、自覚あったんですね、あの服が学生っぽくないってこと。別に私は学生をやりにビクニに来たわけじゃないし。あ、トロピカルドリンク飲む？いいえ、あの遠慮します。というか教室中の視線が突き刺さってますよ。このヴァイオラ様から目を離せないってわけね。いいのよ、もっと私を見なさい。なんなら全裸になりましょうか。やめてください。今日はこれから理事長先生が授業の視察に来るんですよ。ヴァイオラさん、ずいぶんと快適そうね。理事長先生、これはその違うんです。何も違わないでしょ。こう暑くちゃ服なんて着ていられないもの。理事長も脱いだらいかが？もうダメ、きっと私の副筆頭としての管理責任も問われるんだわ。どうしましょう、どうしたら。素晴らしいアイデアだわ。はい、暑ければ脱ぐ、そういうシンプルで力強い教育方針、先生は好きよ。というわけで本日は水着デートします。水着のここ、いや、ここの角度が鋭いほど水の抵抗は低くなります。わかりますか？すごい切れ込み具合ね。素敵よマナ。あの、すごく恥ずかしいんですけど。そして胸、いわゆるおっぱい、図で指し示すとここ、そしてここ、はい、注目。いやあなたたち大きければいいと思っているでしょうけど、甘いわよ。手入れを怠ると容易に垂れます。そこでバストアップに有効なマッサージの仕方ですけれど、下から上へこう、左右から寄せるようにこう、円を描くようにこう。にゃー、なんで私で説明するんですか。私のおかげで楽しい授業になったじゃない。感謝していいのよマナ。どうしてこうなっちゃったの。もう嫌。寿司弁当サンドイッチ。満腹丸ちゃん。わあ、なんなのだ。満腹丸ちゃんは今からお昼ご飯を食べに。こっちこっち、ちょっとこっちへ来てください。いや、だから満腹丸ちゃんはお昼を。いいから来てください、来なさいっての。痛い痛いのだ。おっぱいは掴んで引っ張るためのものじゃないのだ。ここなら平気ですね、人通りもないし。もうまっぷくまるちゃんは怖い。はい、これ。うわ、これは重箱。何段かに積み重ねられる主に漆塗りの箱なのだ。中にはご馳走が入ると聞きますが、
ごちそうかどうかは分かりませんけど、いいから召し上がってください。だがしかし待つのです。罠の予感がするのだ。満腹丸ちゃんがお箸をつけた途端、契約完了とか言ってファンファーレが鳴り響くと同時にものすごいポイントを請求されたり。さすがにこんな見え見えの罠には引っかからないのだ。罠なんてありません。中身は私が作ったお弁当です。お？手作りのお弁当？ええ、あなたに対する敬意を表して作ったんですよ。敬意？エスニック料理とかにそういうのがあったようななかったような。敬意というのはリスペクトのことです。つまりすごいって思ってるってことです。すごい？満腹丸ちゃんが？ええ、最初は食べてばっかりのどうしようもない人だと思っていましたけど、あなたと組んでいるとどっしりとしたというか貫禄というか、あれは負ける気がしないと感じる瞬間があります。ふう、食べ物をかけるのなら満腹丸ちゃんは負けません。私にはそういう気持ちがないんです。負けたくないとは思っても、その気持ちを引っ掛ける何かが足りない。だから決めました。あなたの食べ物にかける執念、それを学ばせてもらいたいんです。で、次の定期戦まで私と固定のペアを組んでください。で、でお互いに死ぬ気で訓練を重ねましょう。その中で見えてくるものがきっとあるはず。質問です。はい、どうぞ。どれから食べていいのだ？暴力は反対ですのだ。はあ、いいでしょう。その代わり食べ終えたら特訓ですよ。覚悟を決めてください。何はともあれいただきますなのだ。これはお料理うまいんで花丸を差し上げます。こっちも食べてくださいね。自信作なんです。近くにこんな達人がいたとは。満腹丸ちゃん痛恨のミスなのだ。二人でビクニの頂点へ駆け上がりましょう。私が認めたあなたとならできると信じています。ガキども、今回の定期戦は全バルキリー入り乱れてのバトルロイヤルだ。最後までフィールドに立っていた一組が優勝ってわけだぜ。用意はいいな。では始め。さてと、この辺でいいかしら。戦闘エリアに向かわないんですか？どうしてわざわざ体力を消耗しなければならないんですか？個人的には中央に切り込んでいきたいんですが。月影さんって割と熱血タイプですよね。こうして話す前はもっと冷酷無比な人だと思っていました。私ってやっぱりそういうイメージなんですね。筆頭とか先生とか上に立つ方々は時にそう振る舞わなくてはならないんでしょうね。心中お察しします。あなただって副筆頭でしょ。私は権力志向を地で行く女ですから。恐怖政治は嫌われてなんぼでしょ。目指すはビクニの支配。そんなこと思ってないくせに。マナさん後ろ。どりゃー。なんです？チッ、外したか。ランカさん、やっぱりこんなとこに隠れてた。
稲川の考えることなんてお見通しなんだから。へえ、ランカさんにしては考えましたね。余裕こいてここまで近づかせたのが運の尽きだったね。この距離なら私の方が有利だ。降参するなら今のうちだよ。お尻ペンペンで許してあげる。お優しいことで感激です。まあ5分後に泣きを入れるのはあなたですけどね。何を、ボコボコにしてやる。え、あら、足に当たっちゃいました。これじゃ自慢のフットワークも披露できませんね。今何をしたの。どこから撃たれたのかすら分かんなかった。私が何もせずにここでお昼寝でもしていると思いました。この近辺にはすでに私の矢が何百本と仕掛けられているんです。ありとあらゆる角度からランカさんを狙っています。私の狩り場にのこのこ入ってきたのはそっちなんですよ、ランカさん。追い詰められたのは私じゃなくてあなたの方。汗と埃にまみれて戦うなんてナンセンス。頭を使わなくっちゃ。うん、わかった、お姉ちゃん。降参する相談は終わったかしら。うわー、どりゃー。どこを撃っているんですか。苦し紛れもいいところです。では終わらせましょうか。待った待った、私たちは降参するよ。あら、素直ですね。でもさ、私が打ち上げた花火を見てすぐに他のバルキリーたちが押し寄せてくるよ。仕掛けの数が足りるのかな。花火、さっきの苦し紛れに放った技か。うん、じゃせいぜい頑張ってね。さてどうしますか。どうするもこうするもやるしかないでしょう。居場所がバレているのならこちらから特攻します。ふおー、はあ、結局汗まみれの埃まみれになるんですね。いいじゃありませんか、私たちが優勝できたんですから。もっとエレガントに月影さんに優勝をプレゼントする予定だったんですけれど。でも私は汗と埃にまみれて勝ち取った勝利の方が好きです。力を合わせて一緒に戦ったって感じがします。結局熱血系女子なんですね。やっぱり筆頭の座を奪った方が楽だったかも。いつでも受けて立ちます。冗談冗談です。これ以上誇りにまみれるなんてごめんですから。ねえ、これから拠点の大浴場に行きませんか。汗を流してさっぱりしましょう。きっと気持ちいいですよ。汗を流そうと思ったらまず汗をかかなくちゃか。こうやってやり手の筆頭にうまくこき使われる運命なんだわ。そんなつもりはありません。でも少なくともグリーンピースの美味しい調理法が見つかるまでは副筆頭でいてもらわないと。そんな話もありましたね。もしかして忘れてたんですか。ひどい。忘れてませんってば。その件はお風呂に浸かりながらゆっくり話しましょうか。はい。どれにいたしましょう。決めました。次はモモさん。任せろ。このままでいいのだろうか。みんなは今の私でいいと言ってくれた。だが私自身が私のことを信頼できない。もし記憶を取り戻したら私はこのままビクニにいていいんだろうか。なあに、
突然呼び出したと思えば、そんなつまらない話なの？お前にとってはつまらない話かもしれない。だがこんな話ができるのはお前しかいないんだ。まあね、バルキリーとして実際に戦場に立った経験があるのは私とモモ、あなた。そしてあなたは昔の記憶がない。不安になるのも当然か。そんな世界の終わりみたいな顔しないでよ。私もあなたと同じなのよ。前にも言ったでしょ、思い出せないことと忘れられないこと、どっちも同じ。きっと思い出したって何も変わらないわ。そうだろうか。っていうか悩んでも仕方なくない？記憶が戻るかどうかなんてわからないんだし。それはそうだが、いつ来るかわからない未来より今日を生きなきゃ。ほら行くわよ。何？行くってどこに？あ、待て、バイオラ。らっしゃいらっしゃい。月に一度のランジェリー大放出祭りだよ。小さいのから大きいのまで大量入荷だ。このチャンスを逃す手はないよ。すまんが説明してくれ。どうしてお前と二人で、それも下着姿で買い物をしてるんだ。今越後屋が言ってたでしょ、逃す手はないって。いや、ちょっと意味が。あのね、私はサイズからして規格外だけど、あんただってカップ数で言えばモンスタークラスでしょ。おい、モンスタークラスって、バイオラ、お前、客がみんなこっちを見ているんだが。見せておきなさい、これがおっぱいよ。いいえ、ザ・おっぱいよ。すまん、なんだか熱が出てきた気がする。帰っていいか？それじゃあ聞くけど、あなたブラジャーなしでドライブできるの？それを言われるとちょっと辛いな。つけてないと痛いし、揺れてバランスを崩すし。でしょ、痛いのよ、辛いのよ、無理なのよ。なので私たちには優先的にブラジャーを手に入れる権利があります。そうかな？そうよ、走っても揺れもしないおっぱい貧民どもはガムテープでも貼っておけばいいんだわ。それは言い過ぎだと思うが。とにかく今日私たちがやるべきなのは、記憶が戻ったらどうとか悩むことじゃなくて、このブラジャーの山の中から自分のサイズに合ったものを見つけることよ。あ、そうかもしれないな。そんな気がしてきた。よろしい、セールのワゴンに突入するわよ。では突撃。おう。おかしいな、満腹丸が見当たらない。夕食を一緒に食べようと言ってきたのはあいつなのに。他のことならともかく、満腹丸が食事の約束を守らないはずはない。何か厄介事に巻き込まれてなければいいが。はい、突然満腹丸ちゃんです。いきなりギュー抱きしめ攻撃なのだ。あっ、なんだ、敵将か。こいつ、離せ。ピーちゃんはひどいのだ。おっぱいはあるけど血も涙もないのだ。満腹丸か。お前、わけがわからないことを叫ぶな。唐突すぎるだろ。理不尽なのだ。何があった？
話してみろ。ピーちゃんがひどいのだ。私と晩ご飯どっちが大事なんだって聞いてきたから。ちょっと待て、そんなことを聞いた覚えはないぞ。聞いてきたのだ、夢の中で聞いてきたのだ。だから言った覚えなど。夢？なんだ、夢の話か。夢でもとってもひどいのだ。満腹丸ちゃんはご飯が大好きなのだ。だけどピーちゃんとどっちが好きか聞かれると困ります。目が覚めるまでの間、夢の中でずっとご飯をお預けされてたのだ。だからピーちゃんはひどいのだ。いや、私のせいじゃないが、それはひどいな。お前に食事を我慢させるとは悪魔の所業としか思えん。ねんね、ピーちゃんはひどいのだ。で、ひどいついでに聞くが、実際はどっちなんだ？私か、それとも夕食か。現実でも聞かれてしまったのだ。まさ夢なのだ。意地悪なのだ。だって気になるだろう。じゃあ逆質問なのだ。ピーちゃんは満腹丸ちゃんとご飯どっちが大切なの？満腹丸に決まっている。いや、即答？別に驚くこともあるまい。次回の定期戦ではお前と組むんだ。いわばお前は私の右腕なんだからな。そっか、だったら右腕らしいことをするのだ。はい、あーなのだ。いや、ちょっとわからないんだが。なんだ？でもご飯は利き腕で食べるのだ。だから右腕が夕飯を食べさせてあげるのだ。いや、右腕というのはそういう意味じゃなくてだな。はい？一回だけだ。一回だけだからな。はい、ピーちゃん。お口を開けて。あーん。うん。どう？美味しいのだ？恥ずかしくて、味などわかるか？じゃあ、もう一回、もう一回なのだ。美味しかった。美味しかったから。本当なのだ？アンが恥ずかしくて言ってるだけじゃ。美味しかったよ。美味しいに決まってるじゃないか。友達と一緒に食べれば一人よりも美味しいと教えてくれたのは満腹。その通りなのだ。ほら、もっとアンしてあげるから、あげるから。一回だけだと言っただろう。断じてやらせはせんぞ。ほんと殺すぞ。仕掛けをいくつかかわし損ねたか。まだ腕の筋肉が張っている。毒の武器に変わるエクスターらしい。月影、そっちはどうだ？似たようなものです。無様な姿を見せました。まさか二人揃って闇討ちに遭うとは。定期戦の前に障害物を排除するつもりか。相手を引きずり下ろしておいての勝利など一辺の価値もないでしょうに。それにしてもこんな場所で密かに修行をしていたのですね。秘密の特訓なんて私らしくないか。そうは言っていません。いい、分かっている。次の定期戦で何が何でも勝ちたい相手がいるんだ。だから訓練を重ねていた。あなたがそこまで買っている相手がこの島にいるなんて。そいつは圧倒的実力で5期生の筆頭になった女だ。え？私がこの島に来た時にはもう随分先を歩いていた。私に足りない勤勉さを武器に前に進み続けている。私はこんなところで倒されるわけにはいかない。そいつに追いつくまでは。そうですか。
それよりもだ。優等生がこんな深夜に、しかもこんな場所で何をしていた。今度の定期戦で強敵と戦うことになります。準備はいくらしても足りません。その人は中途から編入したのに、その時点ですでに頭一つ抜けた才能を持っていました。聞けば実際の戦場で鍛えられた方だとか。で、これまで私は自分で考えたルールで自分を律し鍛えてきました。それでいいと思っていました。なぜなら5期生の中に私を超える才能がいるとは考えなかったからです。随分なうぬぼれだな。ええ、その通りです。視界が狭かったことは今ならわかります。私に不足しているのは極限の経験です。だからこそ私はその人と戦って経験を積む必要があります。私はその人と戦うまで負けるわけにはいきません。奇遇だな。お互いここで膝を折るわけにはいかないようだ。奇遇ついでに共同戦線を張りませんか。私たち二人が組めば負ける気がしません。私も今そう言おうと思っていた。私たち気が合うのかもしれませんね。くだらないな。どっちがリブレイターをやる。私が前に出ます。筆頭として彼女たちに指導しなければなりません。ヴァルキリーの何たるかを。いいだろう。連中のやり口は私も気に食わない。最強と最強を相手に回せばどうなるか教えてやれ。では始めましょうか。私、どれにする。これにする。バイオラ。あ、バイオちゃん、一応尋ねますけど、これは何なのだ。もしかしてすき焼きを見たことないの。満腹の分際で。バカにしないでほしいのだ。すき焼きとは薄くスライスした牛肉や野菜を浅い鉄鍋で焼いたり煮たりして調理する日本の料理なのだ。調味料は醤油砂糖が使用されます。溶いた生卵を絡めて食べると最高に美味なのだ。すき焼きぐらい見たことも食べたことも消化したこともありますし。なんだ、知ってるんじゃないの。それじゃいただきましょう。わーい。いや、これはきっと罠なのだ。何がしかのしっぺ返しがあるはず。例えばすき焼きを食べ終わった後に満腹丸ちゃんがすき焼きにされてしまうとか。そんな美味しくなさそうなすき焼きに興味ないわ。言ってみればこれはそうね、前祝いといったところかしら。前祝い。私が小春から勝ち取る輝かしい勝利のね。まだ勝っていないのにお祝いをするんですか。前祝いってそういうものよ。でも怒らないから言ってみなさい。満腹丸ちゃん的にはバイオちゃんがシャドウモンちゃんに勝てるとは思えないのだ。あやへ、怒らないって言ったのに。ごめんなさい、手が自動的に動いたわ。うぐぐぐ。満腹、よく聞いてちょうだい。普段バカバカ言ってるけど、あなたには感謝してるの。私って高飛車で高慢ちきで嫌な女でしょ。あ、分かってたんだ。うん、マジグーパンはまずいのだ。満腹丸ちゃんのお味噌が出てしまいます。
そこはそんなことないのだとか、バイオちゃんは高貴で凛々しい人なのだとか言い方があるでしょ。自分で言ったくせに。みんなおべっかを使ったり陰で悪口を言ったり、ま、めんどくさいわよね。実際美しくて強いんだし。ここはそんなことはないのだ。二択をミスったのだ。でもあなただけは最初からニコニコ笑って話を聞いてくれたわ。いえ、もはや笑っていられる状況ではないのだ。お味噌が出てしまうのだ。どうしてなの？どうしてって、同じ釜の飯を食った同期の桜ですし。そう、きっと満腹のそういうところに救われたのね。今では私以上に面倒くさい連中ばかりになっちゃったけど、それも面白いわ。はあ、よくわかりませんが。いつになったら小春に勝てるかわからない。でもいつか必ず勝ってみせるわ。本当の勝利は満腹丸ちゃんたちの体の中にいるウイルスをやっつけた時だと思うのだ。なら正論ね。 VR ウイルスの治療が終わったら何をしようかしら。満腹丸ちゃんは決めているです。あなた、将来のこととか考えているの？これから先どうやって生きていくかの話なのよ。もちろん分かっているのだ。満腹丸ちゃんはピクニを出たら世界を股にかけるグルメリポーターになります。あ、いいね。期待して損したわ。うわ、今ものすごくバカにされた気がするのだ。満腹丸ちゃんはあらゆる食べ物を世界一美味しそうに食べる自信があります。食べるだけじゃダメなんじゃない？どんな味なのか、どういう風に美味しいか人に伝えることができないと。じゃあこのすき焼きでやってみせましょう。仕方ないから付き合ってあげる。グルメレポーターの満腹丸さん、すき焼きのお味はいかがですか？とってもとっても美味しいですのだ。それだけ？以上なのだ。これは全とたなんね。ま、その時になったら一緒に考えてあげる。当面の暇つぶしにはなりそうだわ。ごきげんよう。ちょっと寝坊したわね。文句は受け付けないし謝らないけど、あの小春はもう来てる？バイオラギリギリじゃん。なかなか来ないから月影と二人仲良く病欠かと思っちゃった。病欠？小春が？あれ、違ったっけ？とにかく今日は休むって連絡が。なんですって。こうしちゃいられないわ。なんか私は今日欠席ということにしておいて。いいけど、月影のところへ行くの？どこだっていいでしょ。じゃあね。小春いる？バイオラさん、どうしてここに？授業はどうしたんですか？そんなものどうでもいいわ。それより小春、起きていてもいいの？え、ちょっと話が見えないんですけど。なんかから小春が病気になったって聞いて私急いできたんだけど。 VR ウイルス保持者ですから、病気といえば病気ですけど。病気じゃないの？元気ですよ。なんかが間違ってたのね。そういうことになりますけど、あの、ランカさんを怒らないであげてください。はあ、よかった。小春が何ともないならそれでいいわ。
もう心臓が止まるかと思った。あの、落ち着いたならお茶でも入れますからくつろいでください。ところで小春。はい。この本だらけの部屋のどこでくつろげばいいの？ああ、すぐ片付けますから。あ、足の踏み場もないっていうのはこういうのを言うのね。あの、どれも重要な資料で次々に取り寄せてるうちに収集がつかなくなってしまって、恥ずかしいな。いいわ、私が片付けてあげる。そんな、悪いです。片付けなくちゃ私が座る場所がないでしょ。はい、そうですね。あんまり片付きませんでしたね。まあ、物が減ってないんだから当然ね。私が座るスペースができれば上出来よ。あの、近くないでしょうか？狭いんだもの。はい。で、今日はどうして休んだの？ウィングブレードを直しに出しているんです。ちょっと思いついた改造をしてみたくて。この山のような資料はそのために？ええ、他の資料もいろいろありますけど、 VR ウイルスの研究結果の最新レポートとか。ふーん、こんな部屋に引きこもって勉強してたのね。引きこもっていたわけでは。いえ、だいたいバイオラさんの言う通りなんですけど。お勉強もいいけど、こんなところにいたら本当に病気になっちゃうわ。でも必要な研究資料なんです。無駄な記録なんて一つもない。先輩たちが残してくれたドライブの記録。引っ越しましょうか、もっと大きな部屋に。どういうことですか？私との二人部屋ならもっと余裕があるでしょ。でもそれではバイオラさんに迷惑がかかってしまいます。あなたは本当のバカね。あなたに迷惑をかけられたいのよ私は。バイオラさん。私だけじゃないわ、他のみんなも全員同じ気持ちよ。私たちはそうやってきたじゃない。一番大切なのはパートナー同士の信頼でしょ。それを忘れないで小春。はい。というわけで引っ越す物件を探しに行きましょう。まだ学生課もやってるだろうし、住所の申請もできそうね。それと婚姻届って学生課でもらえるんだっけ？え、こういうのは思いついたらすぐに行動に移さなくちゃ。外に出ましょう小春。誰のためでもない、私たちの未来のために。わかりました。私、できれば書斎が作れるような部屋がいいです。ベッドはどうする？一つでいいわよね？当然二つです。何を言ってるんですか？婚姻届ももらえませんからね。チェ、聞かれてたか。ほらバイオラさん、早く行きましょう。私たちの未来のために。どれにしようかしら。決めたわ、変わってあげるわ。満腹。面白いのである。小春と満腹丸がここまでやるとは。今日こそでっかい先生の甲羅をかち割って中のお味噌をいただくのだ。しかも満腹丸がリブレイター。それで我をここまで押すとは。成長したな弟子たちよ。歓喜で血がたぎるのである。笑ってられるのも今のうちなのだ。まだ甘い。ウォッチ。いかんのである。楽しすぎてこれが訓練ということを忘れそうだ。
忘れてもらって結構なのだ。ほう、手加減はいらぬと。面白い。ならば我が渾身の一撃を放とう。受け止めてみせるのである。満腹丸ちゃんさん、次は今までと段違いの攻撃がきます。任せるのだ。カロリーの残量は十分。今なら隕石だって受け止められるのだ。死ぬなよ満腹丸。ドドドドドスイヤー。わーぐぐ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 ぐ、全身の骨がバラバラになりそうなのだ。満腹丸ちゃんさん、無理はしないで。ここで諦めたら満腹丸ちゃんは今までの満腹丸ちゃんのままなのだ。満腹丸ちゃんはシャドウムーンちゃんと一緒に歩きたいのです。なんと、我の拳を受け切るか。もうでっかい先生は動けないはずなのだ。おいで、うん、いてそれはお前も同じこと。全身の筋肉が断裂しておるのだ。ここは引き分けとするのである。勝手に決められては困るのだ。引き分けじゃ割に合いませんし。何？満腹丸ちゃんさん、練習の通りに。はいはい、1、2の3。なんと、ここからは私がお相手します。今後あの一瞬でドライブを解き、リブレイターとエクスターを入れ替えて再ドライブしたというのであるか。そんな戦法は不可能である。リブレイターの体力がエクスターの精神力が持つはずがない。そんなものは見たことも聞いたこともないのである。初めて。そうでしょうね、私たちが編み出した戦法ですから。リバーシブルドライブとでも名付けましょうか。ふひ、シャドウムーンちゃん、あとは任せたのだ。ええ、では金剛先生、お覚悟を。見事であった。我が装甲見事勝ち割って、味噌でも臓物でも持って行け。では失礼して。あっぱれというほかはないのである。でっかい先生の中にお味噌はなかったのだ。がっくり。うん、我はカニではないのでな。でもこれで満腹丸ちゃんも一歩進むことができた気がするのだ。シャドウムーンちゃんと肩を並べて食べ歩きできるかな。ええ、いつでもお付き合いしますよ。でも今は指一本も動かせないのだ。満腹丸ちゃんさん。シャドウムーンちゃんの背中あったかい。今は十分に休んでください。次の戦いまでゆっくり。お前たちの姿を見て、次々に我ら指針を打ち破るバルキリーが出てくるであろう。そうなれば我もお役御免、世代交代であるか。いえ、先生方にはこれからもご指導願わなくては。私たちバルキリーは運命共同体な。そうであるな。お前たちが掲げた未来は案外手が届くところにあるのやもしれぬ。ええ、私たちはそう信じています。